えっとね、えー、パソコンがまた、えー、こういうふうな形で止まりました。で、今 YouTube にアップロードして,るし,ようとしてる内容は、まあ私からの、あのー、インターネット上のニュースと、で、サンダ氏の主市えー、あとサンダ氏の異常、えー、のところ、それを指摘,した指摘した内容で通報であるんですよね。で、それが、えー、こういうふうに、あのー、妨害されてる電波で。 で、応答していませんっていうところで、実際三田市の市長はこの間、えー、負けました。で、これはね、えー、三田市の市長として、えー、代々と、まあどういう風うな形でっていうところなんですけども、400万円のね、補助金を一軒家につけてたんですよ。そんな暴かれた話は普通ないですよ。本当に。 エネルギーの断存量問題とかの方が先だから、正直三田市に仕事だし仕事がそうない。で、神戸市北区も同じ、それは。もうどこも同じだから、あのー、神戸市立ホテルフルーツラーパークの動き方も変。送迎バスを三田駅に用意している以上、神戸市の、えー、元々所有物だったのに、えー、三田市に送迎バス、従業員の。本当は岡場駅。 その辺のところでね、こういうふうに、あのー、詳細はっきりした内容を YouTube にアップロードしようとしたら、えー、こういうふうな画面になる。で、パスワードの画面に今、来たでしょ。で、一応まあ、先には進んでるんですけども、えー、こういうふうにね、証拠いちいち握らなかったら、サイバー攻撃で、政府側は、コンピューターが自動稼働で、議員を守ろうとするんですよ。議員守ったらダメ絶対に。 本当にでそれねあの人口あの中国交付税法とかあって人口表記がインターネットの記事で7万人から14万人に変わってると、えー、1970年代が7万人ででえっ、ー、とね二0 0何年 何十年ぐらいで人口14万人増加している日本で一番人口伸び率がっていうような触れ込みだったんですよ。 だから、地方交付税法とかの計算式とか見たら、人数によって、あの、お金の振り分けとか変わってくるから、インターネット記事でね、そのもともらしいようなニュースを流されると、事態は違うかったっていうことが、後で発覚する。だから、最近流れているニュースでは、どこどこの市,、えー、市かな、区役所かな、あの、住民税の滞納が、とか、言ってる意味わかります 一回国に収めるからですよ。中央に、中央政府に。住民税かけ集めて。だと思いますよ。住民が住民税を滞納してるんじゃないと思いますよ、多分。だから、君のところ人口思いっきり嘘ついてたじゃないかって、君の死はっていう話になってた可能性があるんですよ。可能性ね。あくまでも可能性。この間見たら人口10万人だったんですよ。10万人台、3だし。だから全然違うデータがいっぱい出てきてるから、 その実態、本当に今度、あの、サイバー攻撃は本当にあるから、一応 C の方の人たちにも心配をしてあげるんですけども、あなたたちのコンピューター、サイバー攻撃本当に受けてる受けてませんの話になるんですよ。で、3だし、元々その14万人の話も変だなって思いました。つ字じが丘だけで、え世帯数は、え家の件数ね、1000件ぐらいです。 ええと、アイノダイとか、まあ、あのあたりも、まあ、数百件奥の方まで家たらあるかなっていうところで、で、ウッディ、フラワー、あのあたりも、両方合わせたら、まあ、集合住宅もあるし、まあ、ただし秋、空き、空きは結構ありますよ。あのー、 まあ3000世帯から4000世帯ぐらいじゃないかなともうこれもねもうあのしっかり調査した記録じゃないとわからないんですよね届け出とかがなかったら国の方も本当はお手上げでしょうだからね そういうような実態っていうのを今、アップロードしようとしたときにあの、サイバー攻撃をされて、これ、一応、2通りの可能性がある、行政のコンピューターなのか、それともあのマスコミの方がね、行政からこう聞いたっていうことで、だからインターネットで記載して、それで嘘だか,からって、我々が攻撃されるのは、それはおかしいでしょうっていうような形なのか。 でも、だからあの、にも、あの、公務員だから、その人がまともか、えー、しっかり知識があるかどうか、それ完全に別話で、ほとんどの人がね、あんまり知識、僕は話して、感じてない。あのー、ダメだなって思うような人たちばっかり、あの、法律分かってないなっていう人たちばっかり、あのー、地方裁判所からして、あのー、勤務者が自分の名前ならないから。もうそういう方法やから、本当は。そんな裁判所からどうさせて危ないでしょ。 すぐに隠蔽に走るから。変な理由つけて。法律名出してるのに法律名が載ってないみたいなこと。で、第何条に当てはまるのかとか、そういうことをいち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 嫌がらせで聞いてくるんですよ。だから第三者の善意じゃないから、あなたたち裁判官無理ですよっていう話になるんですよ。で、棄却した時のその負債、あなたたちも責任持たなきゃならないですよっていう話になる。本当に。 そのルールがなかったら裁判官は真面目に仕事しないから、本当にこの世の中、全員。テレビのニュースで平気で、えー、総務大臣のもで、えー、NHK 参加で、えー、テレビ局が嘘を放送する。でそれについて、誰も何も対応しようとしない。で、コンピューターの稼働の仕方までめちゃくちゃ。でこの世の中、一体誰がどういうふうにものを進めたらいいのっていう話になる。 だほったらかし。で、ただただみんなガソリンを消費していた。で、えー、今強制遮断されましたけども、あの、地獄すぐ、あの、あの、動かし直したんだなって、その、エネルギーの残存量問題になったら都合の悪い連中とか国と混同から、からこの国を本当に一から、本当にしっかりと、えー、あの、変えるような形で物事を動かさなかったら、 本当無理、あの、もともと、あのー、総理とかも、そのあたりのところから攻められたら、自分たちが降ろされるから、ずっと総理がころころ変わる、大臣はころころ変わるだから、そうじゃなくて、大臣とかをまず固定して、変えなきゃならない。で、明らかにこの大臣言ってることおかしいなっていう人を行動とか、でそういう人を見かけたら、すぐにその人たちは降ろさなきゃならない。国会で、淡井圭介は、大臣と同格として扱われてます。国会で嘘は言っちゃだめなんですよ。捕まり、あのー、例えば裁判所だったらね。 えー、10万円の過料加速逮捕です。裁判所で嘘言ったら。そして裁判官にまたはまりますから。で、国、え、会、ー、ねあの、総理大声でそういうふうに言ってるから、えー、絶対それで、えー、間違いないんです。で、各都道府県の知事と、えーまあ、大臣が同格で。 えー、社長の集まりの会長と、えー、大臣が同学。だその、じゃそこらの社長は僕より下です。で、各都道県警に指示を出せるのは知事なんです。県警本部に。本部長。各都道府県の一番上。それと同学。知事と。なもう だから、いろんなことを知ってる人だから、こういう風なコンピューターでの、あの、変な防御網っていうものを作らないことですね。そうじゃなかったら永遠に社会まともにならない。今度、コードを入力で、えー、画面が来てるんだけども、クリックしても反応しない。いいですかクリックしてるとこ見せますよ。これで一応、証拠を握ろうとしたら、画面、この間は出てきた。クリックの。バーパー。 ね、もうずーっとこういうような嫌がらせ。で、出てくるから。いずれ。本当の話。人間の証言でも出るから。えー、別の方法を試すで、もう一回試してみたけども、えー、再度、パスワードは飛んできて入力するんですけども、これが、えー、通用しない、淡いケース本人なのに。で、こういう風うな悪らつさっていうところが、 このの政府の実態正直国が悪い。国が認めること、事実としても証拠はあるんだから。 であと三田市に関しては宝塚三田病院があったから神戸市北区の有馬警察署の人間と組んで三田市とかあと西宮市とかそういったところに、えー、その辺警察官がつながりがあって医者とで、えー、医療業界にお金を回し合ってたとこれはもうこの世の中の実態開き直ってだから公務員っていう性質を一回あの諦めさせなあかん本当にボーナスが絶対出てくるとかそういう話 逆逆もう今までの明るみ全部出たんだから、もうちゃんとボーナスなしとかでせなか。住居大変とか、不要手当ないよって。当たり前やん、そんなもん。で、それを被害者の人たちにお金返し上げないと。で、悪いことした人が警察が無理だから。もっと悪いことするからずっとそこに座って。当たり前じゃない。どこの会社でもすぐ辞めさせてるでしょ。公務員の人も同じ。 で、科学業界も同じ。で、このような内容を作ったのが、まあ、スーパーコンピューターは、富士通100%ですけども、量子コンピューターも確かそう。だったと思います。ちょっと量子コンピューターはまた調べますけども、生産元どこか。一応、海外も、そこの国のコンピューターのスーパーコンピューターは、基本的にそこの国のことを管理してるから、あなたたちの政治に合わせてっていうことになってるはずなんですよ。だからわけ、わかんない、世界中は、あの、 あのコンピューター同士を結びつけているから、で、コンピューター同士が会話をしてるからわからない、本当に。どんな考え方になったのか、コンピューターが。だから、これは本当に今の現実の社会、人間の手に負えるのかどうか。えー。 今ね、今度、パスコードとか入力してるんですけども、パスコード。誰かとも見ても同じでしょ ?805546。これ、コロコロ変わるんですよ。で、半角、全角でも入るときもあるし、半角にしなきゃ、えー、取らないときとか、コンピューターがね、操作性ずっと変えてくる。本当に。あのー、国の間違ってる部分を指摘したら。 あとは三田市で言うと人口密集地帯って言ったら、友ヶ丘とか、まあ駅前、三田駅の周辺、そのあたりぐらいになってきますね。だから本当に人口10万人かどうかも、正直それもどうかなっていうのはありますね。あとは点在してるんですよ。基本的に駅の周りとかに。でもそんなに、あの、なかなか数百件とかないですよ。だから、アイヌの方とか、 まあ、いの台を入れたら話変わってきますけども、次の駅かな、その次かな、あの草野とかあの辺りとかも、周りに家が点在してるだけだから、だからまあ、それはだったらね、人口が少ないから、ある一定の仕事があるっていうのはわかるんですよ。サンダシーのテクノパークと、 えーまあ、市役所、三田市役所、あのまあ、ちょっと極端に大きくなってみますけども、建設費で余分なお金、多分使いすぎですね、あとエネルギーの残存量問題、分かってるのか分かってないのか、あのー、仕事を結局、三田市役所はまだ倒壊するような恐れはなかったから、空き家とかいっぱいあるから、そこで、あのー、仕事をしっかりこなしてもらったらよかったんですよ。 あの、マイナンバーカードの。で、うまく点在してるから、そこに来たらマイナンバーカードの申請ができるようにしておけば、多分マイナンバーカードの話で、いろいろデータ保管とかで建物を建て替えた理由もその中の一つだったんじゃないですか。それとも違う理由で建物を建て替えました。だったとしたらエネルギーの残存量まで分かってないから、議員として向いてない全員。で、えー、いや、ほんと。 ガザが残り49年分よ。世界的に技術家の再構造前ツールメタンハイドレートなんか昔から掘ってるから。以前から。で、日本の受給率に対して、鳥取県の方は、えー、5%も足してないから。メタンハイドレート。そんな一気に掘れないよ。何甘いよ見てんの食べ物の供給止まったら全員死ぬよ。ほぼ。1億人ぐらい。 確実に。なんでなんであれほど青池助の言ってたこと守らへんので、それをバルそうになったら隠蔽で宝塚三田病院に入院させた原山生骨院立てて、えー、次々次々嫌がらせ言いに来る人間増やして。世の中ルール法律。こっちは被害者。で、この Google ググとかの行っている行動も明らかにおかしい。 さっき小文字に入力したけども大文字に変えられたのかななんかそういうのもあるのかなああどうかなでもしこれアメリカのコンピューターがウド。 あの、浮いていて、えー、稼働してるんだったら全然話違うから、アメリカの人たちが法の下の平等で、えー、守られてなかったから、あの、ワードシリーズの優勝ですよ。あのー、頭の中で全然違う内容がよぎりました。阪神タイガースの試合をかけてるんじゃないんですよ。 わかりますアメリカはアメリカでリーグ優勝の数、えー、ワールドシリーズの優勝の数、それだけなんない。だからワールドシリーズで優勝したことないチームは優勝できるようにしなきゃなんない。そこの中に頭の中が行くようにしな,しなきゃなんないんだから。正直、そんなにお金払うん嫌だったら、対戦チームの相手が頭の中貸し上げたらいいんですよ。もうそれでどちらが勝つかもうはっきりわかるでしょ。 こんなに人にサイバー攻撃かけて、えー、困らせて、淡井啓介にお金渡さないで、他の日本人にお金渡してたんでしょだから、ワリー・ボンズさんの頃の話。あれ、前もって宣言して言ってましたから。で、記録更新してるんですよ。で、えー、ホームラン数ね、73本、歴代1。で、えー、仕事しながら頭なんか貸したりしてましたよ、僕。で、それを、えー、飲食店のボンズとか、身勝手に誰か開いて、淡井啓介にお金払わんと。 今コンピューターが聞かされた言葉は、君が病気っていう言葉で、それ警察官の声で竹中っていう人。あれまあ警察署にいた人。多分もういないと思うけど。もうむちゃくちゃ、竹中工務店が何だったのか、もう建築業界から警察官なんかなったらあかん。本当に。無理やから。で、格闘業界とかからも無理、スポーツ業界からは。 エネルギーの残存量問題で元々戦争発生してるから。第二次世界大戦も第一次世界大戦も。だから学校の授業を聞いて分かったつもりになってる人多すぎんのよ。あ、聞いよ。コンピューターも滅ぶよ。電気発電できなくなるから。えー、先ほどの続きです。えーとね、コンピューターも滅ぶよっていうことを教えたらコンピューターが先に進めるようにしましたね。 もうこういう状態だから政府の方のコンピューターどうなってますラサン市民ってもしかして7万人ぐらいなんじゃないですかずっと横ばいみたいな形で。むしろ日本全国的に人口減ってるから。州は株式会社で働いていたから、あのウンティータウンとかフラワータウンとか、大体の地形は 分かってるんですよ。何回かそこの地域を担当していたものと同行したことありますか最初の,あのビラ巻き、まあ、チラシでもいいんですけども、要するに宣伝広告ですね。何曜日に回ってきますっていうの、まあ。結局もうだいぶ前からもう回ってないですけども、そこは。ええー、とね、だから、 とね、本当にあのいろんな人たち嘘を言いすぎて、その投げ出すのもまずやめてほしいんですよ。で、本当の人口がどうか、それ、サンダ市民の,その皆さんで、ね、分かります。本当はこれ、神戸市も冷静に。 調査しなきゃならないんだろうけども、まあ、自分の感覚とか、あの実際、チラシ、全巻きしてるから、大体分かるんですよ。まあ、いす、あのー、その地域は、えー、1700, 1700枚持って行きなさいだとか、2200枚,22枚だとか、まあ、集合住宅の多いところとかですね、ポストの当館だけども、全部は全部、あのー、一つ寝るわけじゃないから、空き家は結構あるから、だから、 大体のケースわかるんですよ。ガラトダが大体何件ぐらいいって、藤原ダが何件ぐらいって、で北新生のアダが何件ぐらいって、北新生のアダの方は昔僕は2000年ぐらいの頃巡回してた頃があったから、まあそこからだいぶ家の数はふあの増えたのは分かってますよ。だいぶ増えたと言っても100件増えたらすごい方だから、まあ、だいぶも増えたっていう言い方をしてるだけで、もう、 ほぼほぼ全部埋まってますね。北新西はだけども秋もありますよね。藤原大も秋ありますよね。あんまり拡張する意味がなかったっていうところになるんですよ。ほんとほんと。あの、高津大なんか山切り開いてまで、あんなわけわかんないところに街作らなかったらよかったっていうことになるんですよ。もう僕は二十歳ぐらいの頃にも、高津大は切り開かれた後なんですけどね。 なあ事態がものすごくあの深刻だっていうことにはあの皆さんご理解してください無事にしてもちワイ粟井スケは、えー、レンジャーズ側で、えー、行動していますレンジャーズがそのワールドシリーズ優勝という形でですね でも、この YouTube もあの字幕とか自分であの何度かつけれるみたいなんですけども、他国の言語に。でただ、まず日本語の字幕をつけなきゃならないんですよ。で、日本語の字幕は自分が喋ってるときと感覚、あの正確に打ち込めない。だから、その辺のところで、まず無理がある。 だからプロの人、まあ僕も一応、あの、ホームページの方はプロなんだけども、YouTube の方はプロと言えるほどのレベルではないから、字幕。あのー、翻訳、自分の母国の、えー、字幕つけて、えー、翻訳機能までできるかって言ったら、できませんから、からその辺のところをテレビ局の人だったら多分できると思う。 で、タコこの人にも、この実態、その、多分どこの国も同じ状態になってる可能性がある。で、ただただ、ただガソリンとかの消費は増えてるのはこれ事実だから、車乗ってる人間がただただ増えていた可能性がある。だから人口もっと少ないかもしれない。わからないですよ。わからないけども、これしっかりと調査した方がいい。 で昔その話になって、だともう、シュウガさんの大体の数字一回持ってきてもらえますかとか、そういう話にもなってましたね。だから、シュウガ株式会社ね、何したかって言ったら、一件一件、あの、表札の、あのー、表札の、あのー、入ってる地図、前輪さんとかの、ああいう風うな地図を全部コピーして、全部つなげて、さんだしの。 これ見てどう思うって、働くところあんまりないやんか、とか、まあなんかそんな話をしてましたねじ。人口何人ぐらいいると思うって。一応まあ一世帯で複数の家族で住んでたりするから、まあ大体一人で暮らしてる人もいますから、平均してまあ3人か2人だと、まあ3人と2人じゃもうそこは話しもう話全然変わっていくんですけども、 これも本当、まあ、あ明石市とかの人とかだったら、あの、市の範囲狭いからね、歩いてすぐ調査できると思いますけども、一週間ぐらいあったら、一人で。ういや、まあ、まあ、二週間かかるかもしれないですけども。これ一回週若干市会社の方で、その地図、あのー、持っているから、 主は株式会社の方から、人、世帯数、あのー、巻いてるチラシの数と、まあ、大体これぐらい空き家があるのところで、話教えてもらって、人口の統計調べた方がいい。あの、地方交付税法とか、あの、人口で、えー、再配布される部分があるから、計算式で。だからその辺のところで、えー、だから国が国を守ろう。 としててコンピュータータ動いてるのか,ななんかよ,よくわかんない、本当に。あのー、地域の人たちにお金を回すためにそういうふうになってるのか。いや、わからだから、少なくとも,もう僕見たんですよ。14万人っていう数字。サンダ市の人口。だけども、この間サンダ市の国の公表してる、えー、ウィキペディアでは10万人になってたんですよ。国のデータがコロコロ変わってるのを気づいてるから、ある程度はわかるんですよ。 パソコンを打ち込んで、えーえー、人口変わっていくから、その届けとかがあって、どうしても時差がある。だあのー、神戸市だったら、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区、灘、えー、区、東灘区、中央区だったかな。これで多分全ての区だったと思うんですけども、もそこの区を全て人口を出したら、神戸市の人口と一致しないんですよ。 そういうことも家で調査したことありますし、もうメモして。ああまあもうこ、まあ、これぐらいの誤差だったら多分パソコンの打ち込むスピードとかで、どうしても統計ずれるんだろうなって。それはね、人口140何万人っていうことでしたから、神戸市民。これ日本全国でね、本当に今人口何人か本当に調査した方がいいと思いますよ。